11時25分、プラミガ滝に向かいます。先ほどまで雨が降っていましたが、奇跡的に晴れてきました。お知らせには、現在、滝の水が諸事情により、茶色く濁り、周期を感じることがあると書かれていました。ただ、実際は、濁ってもなく、周期も感じられませんでした。プラミガ滝までは、徒歩で5分程度なので、あえて、経路はノーカットにしています。実は、この滝へ向かうのは2回目です。最初滝まで着いて、動画撮影は開始したものの、雨が激しくなったのと、滝の水しぶきも予想以上だったので、一度駐車場まで戻り、レインポンチョを着て再度向かっています。道は整備されているので、よほど足かしが悪くない限りは、問題なく滝にたどり着けると思います。ここを左に向かいます。滝が見えてきました。昨日も激しい雨が降っていましたし、通常より水量は多いと思われます。すごい迫力です。程度の水量か分かりませんが、晴れていても雨具が必要なくらいの水しぶきです。
所に来た時には大型バス2台分の観光客がいたので混雑していましたが、今回は2、3人しか観光客はいなく、ほぼ独占で浦御ヶ滝を堪能できました。ここにハート岩があります。ちょっと無理やり感はありますね。ここから滝はあまり見えませんでした。ここを左に行くと滝に行けます。駐車場まで戻ってきました。体が濡れて冷えているので、この下にある温泉に入ろうと思います。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。